ありがとうございました。ありがとうございました。そうですね。もうただただ悔しいです。悔しい。あの優勝ずっと狙ってたんで、めちゃめちゃ悔しいです、ね。でもやっぱこのダンスディライトの舞台っていうのはやっぱ僕たちずっと挑戦してて、でやっぱ今までの自分たちをちょっともっと超えたいっていうのでいろんなことに挑戦させてもらってるんで、本戦の、ね、ファイナリストもいただけたんで、決勝はさらなる進化を遂げた芦屋を、新しい芦屋を見せたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。